当主諸君、私は帰ってきたぞ。荘園土地の匂いが充満するこの戦場へ。お、こいつは CDT になって無料で遊べるようになったエンディステッドじゃないか。今回は期間限定のベルリンキャンペーンにて、ソ連側でプレイしていくのだ。はい、というわけで追い詰めたドイツ兵をボコボコ倒していきたいわけなんですけど、最初に前線張るのは怖いから、後方から敵を狙撃していくよ。イモるつもりなら特戦隊連れてこようか。背中に風穴を開けられるのは勘弁。でもこの距離でアリスじゃ敵に弾当てられないだろ。アリスちゃんのエイムをバカにしないでくれたまえ。ほら、今当たったよ。なお確殺は入れられなかった模様。この倍率で兵士の色だと、なかなか敵を認識できないんだよね。アリスの老眼じゃこのリアルな戦場を戦い抜くのは厳しそうだ。そんなことないし、華麗なエイムをとくと見よ。ダメみたいですね。これはこのライフルのバレルが曲がっているに違いない。やっぱり赤軍の武器はスワッチンが多いな。お前その祖国を陥れる発言は粛清案件。ま、実を言うとコスキングが必要ない分、精度がやや低めのライフルなんだよね。全然当たらないな。だが敵は確実にアリスを撃ち抜いてきたぞ。ぐぬぬ、ドイツ兵のくせに生意気だ。あ、リロードのモーションがかっこいいんじゃ。そんなこと言ってないで敵に弾を当ててください。だって、全然敵が見えないんだもん。む、空から機関銃？ドイツの攻撃か？いや、航空機相手に撃っても意味ないぜ。爆弾来るぞ、伏せろ。今の爆撃で敵味方もろとも10人近くが亡くなった模様。ドイツの爆撃強すぎでしょ。みんな前に出ているから、アリスちゃんも前線に参加するよ。敵戦が繰り広げられているのは橋の上だぞ。だからこそ橋の下をくぐっていくことで敵の不意をつけるのだ。わっせ、わっせ。アリスの隠密作戦は見事に失敗しましたとさ。ぐぬぬ。そしたら航空機で出撃、100キロ爆弾を食らいやがれ。ちなみにドイツは500キロの爆弾を搭載してるらしいね。なんでソ連が策略用で負けてるんですかね。で、今のは4キル、いい感じ。さ、それじゃ補給してサイド攻撃行くよ。いやちょっとお前どんな起動してるんだよ。飛行機のプロによるアクロバット飛行なのだ。飛行機のライセンス、返納してください。さて、アリスちゃんの火力支援のおかげで一つ目の目標を取れたから次に進むよ。ただ自損事故しただけなのにそんな自信満々に言わないで。む、味方が倒れてる。おっと敵さんこんにちは。うえ、ナイスキル。周辺を警戒しながら、敵陣に突入していくよ。そういや今回もラッシュ的なモードなんだな。これとは別にコンクエストもあるんだけど、やっぱりこのモードが一番楽しい。戦争の雰囲気を感じられるしな。そこから撃ち下ろすのはさせないぞ。あれ確殺入ったかな。もう死んでたようだぜ。てやばいやばい敵だ。でも先に復活するのはこのアリスちゃんなのだ。お。あそこから上は崩壊していていけないから、他のルートを探すよ。ここ天井崩壊してるか、道になってるぜ。このマップ初めてだからシベリア探検みたいで楽しいね。大自然とは真逆の雰囲気だけどな。この道は狭いけど、目標拠点近くまで繋がっている様子。この辺敵いなさそうだし、目標まで進むよ。リアルだったらこんな瓦礫のところ怪我しそうだが、ためらいなく降りていくのな。多分この正面の建物が目標拠点だね。赤軍のアリスちゃん、目標拠点に一番乗り。だがこの拠点内には敵の数の方が圧倒的に多いぜ。足音も聞こえるし、ここはガン待ちでやってみよう。はいはいお客さんいらっしゃい。ガバエムだが敵も驚いてたようでノーダメージできるだぜ。気分はまるで敵地に単独潜入したスネークだね。はいはい、こんにちは。さすがにこれだけ撃ってると他の敵にバレそうではあるが。サイレンサーが欲しいよねー。おやおや、どこ見てるんだい？打ち負けてて草。さて、さっきの通った道を使ってサイド攻撃しに行くよ。む、手に持ってるのはスコープ付きのライフルか。それも馴染みの半自動小銃、トカレフ M1938 だね。動画最初に使ってたやつと同じか。それじゃここに陣取って、通過して一滴を狙い撃ちしていくよ。はい、勝手に登らないでねー。さっきは全然敵いなかったが、だんだんと増えてきたな。ま、下平瀬とも呼ばれるこのアリスちゃんがいれば余裕ですよ。下平瀬とかソ連の天敵なんですが、それは。ふう、ここ結構キル稼げるね。光の当たり方的にここ見にくいのかもな。お、来た来た。え、ナイスキル。動画的に同じ場所ずっといるのはつまらないから前進むよ。誰か見えないかな？ちょうど頭を打ち抜かれたな。これなら生き返ずにガン待ちしてればよかった。で、敵が何人かいるようだからグレネード投げてっと。いつの間にか味方も何人か捨てるのな。よし、グレネードキル。そして発揮されるクソエイム。2発目で当てたからセーフ。ってなんか突撃してきてる敵兵がいるね。
これでよしと。敵来なかったから一段降りて側面の敵狙うよ。果たしてアイアンサイトでアリスさんは弾を敵に当てられるのでしょうか。答えはだ。革命的狙撃によって敵はなすすべなく蹂躙されるのだ。申し訳ないがさっきから奥の敵には当たってないぞ。どこで間違えちゃったんだろう。お前その人物たちにそれ言わせたら反核軍師認定で粛清だぞ。で、なんか味方が優秀だったから二つ目の拠点も取れちゃいそうだね。アリスさんもっと活躍してください。いやでもアリスさんは戦場にいるだけで味方の士気向上につながるからね。後方から逃げ出す味方に機関銃ぶちかませば勝利待ったなし。特戦隊をやろうとしないで。過去のゲーム FF ないからな。そしてアリスさんはあっけなく敵にやられるのでした。だけどアリスさんの奮闘により2個目の拠点の確保に成功。いやお前何もしてないだろ。さて、次攻めるのは3個目の拠点だね。残り人面的には最後のところまでたどり着けそうな予感。そう、比較の言い方が好戦始めたからアリスさんもホックで戦闘態勢に。作戦名はそう、死体だと思ってたらアリスさん作戦。過去一にアホみたいな名前の作戦だな。処刑団、ナチゾンビ VS ソビエトゾンビ VS ダークライ。確かにリスポーンできるからゾンビみたいなもんだが最後にいらんもんつけるな。というかそのナチゾンビ VS ソビエトゾンビの映画知っている人いるのか。ソ連の小学校の学習指導要領に載った映画だからみんな義務教育で習ったよ。ソ連はもう崩壊しているぜ。なんか今回アリスだいぶはちゃめちゃなこと言ってるな。久しぶりの戦場で気分が高揚しているのだよ。グレネードポイントな。対空機関砲がなんでこんなところに。よし、グレネードで敵歩兵を切る。このゲーム、グレネードで倒すと獅子が吹っ飛んでることあるんだよね。アリスが倫理的にアウトなことやってるからモザイクかかってるぜ。みんなは真似しちゃダメだぞ。お前が言うな。ま、そんなわけで3つ目の拠点も占領目前。おっと、敵さんこんにちは。敵は火炎放射兵だったようだな。このゲームの火炎放射兵、どこぞやの戦場ゲームの特殊兵士と違って防御力が普通の兵士と同じだから大して活躍できてないのが多いね。さて、土嚢で囲まれた地点から顔を出した敵を叩くよ。おい、ナイスキル。それじゃ狙撃のお時間だよ。おし、倒した。お次の犠牲者は？アリスだったようだぜ。お待たせ、悪夢の時間だよ。視聴者側がアリスのひどいプレイを見せられるから悪夢の時間ってわけだな。違うよ、ドイツにとっての悪夢なの。いざアリスさん、特攻。ちなみに特攻は時間あたりのコスパいいから意外とおすすめだよ。コスパで特攻を語るな。さて、アリスちゃんのキルは？最高。7人やったな。火力支援もあって4つ目の拠点も取れたから、残り最後の拠点を攻めに行くぞい。こちらの残り出撃可能人員は433人、いい感じの戦闘になってきたな。目の前にはパンター中戦車いたからこそ降りこそ降り進んでと。この土嚢と補給箱の間なら敵から見つかりにくいかな。マジでこの距離だと敵が全然見えない。多分視聴者の人もほとんど見えてないぞ。迷彩服って結構効果あったのを実感した自分に驚いたんだよね。うし、当たった。ほいもういっちょ。いやー、サーマルスコープとかあればもっと楽なんだけどな。第二次世界大戦時にはそんなものないぞ。それならせめて2倍の光学サイトが欲しい。って話してるうちにいつの間にか3キルもしてたね。お前もワイアンサイトだけでいいんじゃないか。そんなことないの。見やすいサイトが欲しいの。と、あんなところに面白そうなおもちゃがあるじゃん。クレイもおもちゃ扱いするのやめろ。実はこちらの物件、なんと登ることができるのです。芋砂スポットに最適。いかがでしょうか。いかがでしょうか。じゃねえんだよ、真面目に戦え。ってなんかここホックして覗くと勝手に重厚上がっていくんですけど、これが俗に言う欠陥住宅ってやつなのかな。違うからな。それじゃしゃがみ状態で射撃していくよ。このスコープもスコープで見にくいんだよな。とりあえずなんか動いてるの見えたらその近くに打ち込めばよし。お、キルしたな。そろそろ弾薬がなくなってきそう。そんなわけで分隊員に代わって敵陣に突入するぞ。ドイツの本気の爆撃を見た。これだけ追い詰められてるのになんで500キロ爆弾積んだ航空機が飛んでるんだよ。もうスナイパーの弾薬ないからハンドガンで戦うよ。そしてショットガンにより撃ち負けるアリスであった。500キロ爆弾の恨み、ここで晴らしてやる。攻撃機で敵の航空機を追いかけるなし。正直航空戦は後ろ取ったもん勝ちだからテコ入れしてほしいよねー。とか言ってる間に戦闘終わっちゃった。一応こっちの勝利だが、閉まらない終わり方だな。というわけで今回は久しぶりにエンディスケドをやってきたよ。もちろん結果はソビエト連邦の勝利。ちなみに今回遊んだベルリンキャンペーンは期間限定らしいけど、モスクワの戦いやノルマンディー上陸は今無料で遊べるから気になったら遊んでみてねー。じゃ、いい時間だし終わろうか。ソビエト連邦、万歳。